もピアキングです。今日はこのコースやっていきます。それじゃあやっていこうか。クリア率割れて 71% 早いってまだ誰もついてこれてねって。いやでも今ぐらい早くコースに入る方がいいっていう方結構いそうだよな。で今日のコースは3トロール or not 3トロール、騙しコースか否か、騙しコースということですね。騙しコースなんだろ。騙しコースでいいじゃん。周りくどいことすんなすいません、一人でテンション上がっちゃって、さっきいいことが別になかったんですよ。でこのコースは初めてする制作者さんのコースなんですよ。まあ変態みたいなアバターをしてますけど、どんなコースか楽しみですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.71%。 そういや昨日奮発して iPhone16 Pro 256GB 買っちゃったね。18万よ。18万、高くね。18だけにいやーってちょっと言っちゃった開幕サカーだー。でさ、これは共感してもらえる人おると思うんだけど、特に女性の方、iPhone でさ、バックアップをバックセンダー、新しいスマホにする前にバックアップを取ると思うんですよ。でそのバックアップを取る前に少しでも容量を減らしたいからさ、写真の整理をする人いない。でその写真撮って証拠を押さえたかんだー。でその写真なんだけど、いい場面を撮ろうとして撮影ボタンを連射するじゃん。その連射したやつ全部違うから結局全部消せたりみたいなさ、そんなことが起きてるんですよ。はだー。確かにそれは全部似てる、ほぼ同じだと言ってもいいね。でもペットとか飼ってる人は分かるんじゃないかな。ちょっとだけ表情が違うのよ。それが消せないのよ。それで容量圧迫してしまう。今の話共感できたなって思う方はいいねお願いしますX がここはダサー。そんで最近知ったんだけど、スマホの中で iPhone が一番高いもんだと思ってた。でも最近ね、 Android だったっけ、 Google Pixel を店頭で見てみたんだよね。そうするとお前しつこいんだよさっきから。その Google Pixel がさ、27万だったんだよね。いややばくない？軽く消費者を殺しに来ちゃうよ日本はさ、27万の携帯とかやべえって、 MacBook Pro が来ちゃうって。いやそもそもそんくらいのお金出すんだったらマジで中古車とか買えちゃうもんな。じゃあドアに入っていきます。ごめん今ちょっと買わなかった。まあでも iPhone14 とか15から16に変えたとしても、カメラの性能の違いってそんなにわからんくない？もう十分綺麗なんよ。人間には違いが見えんのよ。それが見えんかった俺は人間じゃないってか。ならばなぜ変えたのかと言いますと、今回 iPhone16 の充電ポートは USB-C なんだ。ライトニングではないんだ。たったそれだけのために18万も出したんだ , 笑ってくれ。なんだあのハテナブロックは。こいつは定休かい？定休ではないわ。じゃあここは USB-C が来る。最近さ、ミスタードーナツのチケットをいただいたんですよ。ミスタードーナツって美味しいよね。何が一番好きって結構分かれると思うんだけど、ポンデリングだったりなんとかとかだったり、僕ね、あの黄色いつぶつぶのやつがマジで好きなんだよねお前のことじゃないからな。いやすげえ偶然が起きたね。あそこでつぶつぶのブラパが来るなんてさ、他のスキンだったらそうはいかなかったぜ。さあここのオンオフをすればいいのかな。なるほど、バブルが降ってくるのか。さあ土管に入っていきましての中間はハート、綺麗なハートだね。で、ZESTY ゼスティ、どういうことだったっけ。ピリピリするとかそんなんだったような気がする。さあ進んでいこうか。REM、レムたんかな。レム、僕も何回も死に戻りしてるよ。僕も慰めて、スバルだけじゃなくユータくんも慰めて。ユータくんはレムのヒーローですって言ってよ。レムさあ次もレムを見つけに行こうじゃないか。レムはどこにいる？ヒーローはここだよ。あなたのヒーローはここだよ。上に行けばよかったのかな。こっちはレム8人もいるじゃないの。9人か。1,2,3,4,9人もいる。レムが、レムどこに連れて行く気ない僕を。こっちでいいのか。あ、レム死に戻りするから大丈夫だからね何言ってんだろうな。もう完全にバカ丸出しじゃん。レムレムうるさいんだよ。でこれは下に降りてていいの。ありよって。いづく、だからお母さん言ったのよ。ヒーロー逆もういいぞ俺だ。急に出してくんな。いづくー
皆さんすいません、本当にお尻でやりたいと思います。こっからもう意味わかんないね、ネタを出しまけても怒られるだけなんで。お前は何をしてる、けんな、クラウンに乗った親父が。この場所で待機しておこう、そうすると避けれるんですね。でここは隠しブロックはないのね。で蹴ってすぐ上に逃げる、これで大丈夫なんじゃない。よしよしよし、で気持ちいいぜ。で僕はここからどうすればいいの、これ左渡れる、これ左を。いやマジでね、ヒロアカもリゼロも分かんない方たくさんいると思うからさ、こういう漫画のネタやめたいと思いません。じゃあここはジャンプして余計ので、もう一回戻ってくるんじゃない、一旦踏んでおこうか、踏んでおいて、いや蹴ってもいいか、どっちでもいい。でこの音符は特に何もないでしょうきっと。さあ土管に入っていこうか、いやこれかぶっていけばいいんじゃない、ピンポンって言われたな。さあこれで、よしよし、滅っているって書いてる、下に行ってみようか。いや今向こうでオチを何か考えようかなと思ってたらスターが来てくれたね、ナイス。さあここは上と下どっち、うん、右には入れそうにないってことから、このノコノコを踏んで下に行けばいいと思いますよ。でトゲゾウが右に行った瞬間下に降りる、それで大丈夫だ、さあ行こうじゃないか。どこに、これちょっと難しいんだよな、どのタイミングで右を押せばいいか分かんないからさ。よしで蹴って絶対戻ってくる、こっち戻ってくる、でも戻ってくるとは分かってはいたんですよ。でもさ、追いかけなきゃこのメット消えるからさ、あ、もう一回左に蹴らなきゃいけないみたいな、そういうことでもないのかな。まあキノコもらえたけどいい、うん、よくないじゃん、いけるのか、お、いけんじゃん。いやキノコもたまにはいい仕事するもんだな。でこのボムちゃんを右にやる、お、綺麗にここにいてくれたね。でブロックが壊れーの、うん、あの鍵を取ればいいのか、それとも左に行けばいいのか、どっちだ、うん、なんか鍵があったな、この鍵入ればいいと思うんだけど、こっち気になっちゃうから行っちゃうボケ、こっちには何があるの、うん、怪しすぎるこれ、絶対下がらかなきゃ、来るんだろ、分かってた。待って待って、今日めちゃめちゃ調子いいんじゃない、この制作者さんと僕かなり相性がいいかもしんないな。この丸々に乗っていけってか、いや乗る以外ない、無視していくわ。今のは見抜けたはずだぜピオキング、よく見れば裏に雲があるってね、ならば乗っちゃっての、右に進もうか。であのメットパンパンパンっていけるのかな、なんか山なりに池みたいなこと、行けか。ブラック小峠に邪魔されました、見た目だけじゃなく中身も暗いんだから。でここは僕だリグナの分際でビオキングという飛行タイプに勝てるたよと思ったけど、何ここ、さっきの場所から、あ、わかったわかった、鍵持ってるからさっきの場所に行けばいいんじゃない、で中間ポイントにっていう感じではないよな、さっきの場所だと思う、あ、でもオンオフが変わってるってことは罠も変わってるんでねえの、頼む下に行って、何もないでくれよ、あの鍵の場所まで普通に行かせてくれればいいんだ。めちゃめちゃ普通本当に何もないのね、じゃあ鍵ドア入りますと、でこれで中間ポイント2かな、お願い取らして、中間、これはダッシュしようか、左にジャンプして左にダッシュだそんな相手に誰が引っかかるかよ。で中間ポイントに、え、何これ、普通に取れるのかな、こっちから行っていい、中間ポイント2は頼むって、取らせて何このめんどくせえ普通に取らせてくれればいいじゃん、またやられたらこれしなきゃいけないっていう感じでしょ。で P スイッチ欲しいの、上に行きます、上に行きます、これもしかしてさ早めに行かなくちゃいけないとかある、左、左ってなんだろうな、左、うわわかんねえ、あ、ホールド左か、だからこのドアに入った瞬間左を失敗、それで間違いない、そうだろめちゃめちゃかわしてる、で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 、あー全然わかんない、この扉の入り方が僕全然わかんないけど、このドア管に行けばいいのかな、ごめん今ドアって言いそうになった、でフィッシュ、うるせえもういいって、もうマジで普通に進ませてよ、こんなに丸々なんかいらないんだから。さあ動画に入っていきました、毎回あれするってめんどくせえな。で今度は何か変わってる、ホールド左、さっきと一緒っぽいな、まあまあさっきさここでよくかわしたっていうか、めちゃめちゃマジで調子がいいんだよな。さあドアに入って、こっからマジでわかんないのよ、左押し一発、あっ、あっ、ちょ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 、いやさっきの場所が違うってこと？ふざけんなー！
この左の審判はさ、中間ポイント戻しに引っ掛けさせるための罠だったんだね。ならスネークブロックに乗ってあのドアに入りたいんだけど、いや絶対入れないよな。もう一回下に行ってみます。下に行けませんでした。違う、絶対こっちは違う。死に劇場なんじゃない、死に劇場なんじゃないじゃないんだよ、死に劇場なんじゃない。もう喋れる。僕はダメだ。今日ドロルコス配信もうやめた方がいいかもしんない。一発マリオもやめた方がいいかもしんない。でこっから下に、下に行けよ、ちゃんと下ろせよ、もうやってくれよ。どこに連れてってんの。こういう系は長いんだって。早くやってよ。ギリギリバブルが当たらないようにできてんだよな。あ、これリストの上行くっていう感じなんじゃない。うわ面白そう。でシーソーで上に行きますと。さくら、お前こういう時だけ命中率悪いんだよ。当てろよなあ。それで当たんだろ。さっさ来いよ。久しぶりにここまで凝った死に劇場を見たね。なら左に行っちゃおうか。でもこの先フィッシュって書いてて何もなかったような気するんだよね。さっき土管入ろうとしたっけ。土管は土管に入れませんね。じゃあどうせんな。ここ以外に行き道がないんだよな。左が開くとかそういうわけでもないのかな。あ、魚避けれるんだ。あ、本当に左開いてくれた。よしよし、こっちが正解っていうわけか。でリフトにつかまつります。じゃあすぐ右を尻尾で右の陸地に渡ろうか。これで大丈夫。このハテナは叩かない方がいいと思いますよ。バデンバデンハンバデン。もうあのハテナブロックは叩かない。で右のハテナブロックはなんだ。これバー的に右に行ったら戻れなくなるよな。こいつは下めちゃめちゃ気になるよな。行ったら行ったで怒られんのよ。なんでわざと引っかかりに行ったんですかみたいな。でも行かなかったらさ、なんで戦わないんですかみたいな。だから僕は行っちゃうよ。え、待ってる、待ってる、待ってる。手書きのことだった。あー、なんだこの叫は。そもそもここは左か右かまだ分かってないんよ。一旦左から行ってみようか。で、この上は隠しブロックがありの。このハテナは何。鉄球、鉄球が左下のブロックを壊してくれるっていう感じなんでねえかな。頼む、お願い、鉄球壊されないでね。なんかピンボール見てるみたいで楽しいね。で、あの土管からバレーかなんか出てくるんでねえの。さっさ入っちゃおう、入っちゃおう。で、オンオフを C の。また土管に入ります。そろそろゴールがね、近いと思うんですよ。で、ドッスンがいいの。お前なんで動いてんだよ、一人でドッスンさ。こっちかんだ、でかいやつ。じゃあここ下に降りちゃっていいのかな。あ、下に降りたら床があるわけね。なるほど、このチョルプーの仕業だったっていうわけですか。もうそろそろね、マジで勝負がつく頃だと思いますよ、キッド。このピースイッチを押すと右から何か来るのか、それとも上から何か来るのか、一旦押しておこうか。なんでたまんないのブロックが。おい、すり抜ける。バグを持ってきてんじゃないよ、こんなところでさ。あ、いや、これゴール前の城か。俺がバカ。くっそ、しょうもねえトラップに引っかかっちまったぜ。これゴール前の城だからさ、変わんねえの当たり前じゃんね。じゃあこれでゴールできるのか。いやいや、ここは危ないんで、ここはチャンスしようか。やったー。いや、初めてする方のコースでしたけど、しっかりと楽しいコースでしたね。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、パタパタ針14マス潜り。説明文に難しいかなって書いてるんですけど、難しいでしょ。っていうか、そもそも行き方が分かんない。これどうやって向こう側まで行くんだろうね。あの靴だけでそんなに進めるかっていう話なんですよ。まあサムネを見たまんま、クリボーが羽の生えた靴を一つ履いてるだけなんですよ。それだけでこのコースを攻略しろっていう話ですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.44%。 いや、こういう系はね、何度か見たことはあるんだけど、下から14マスも行けるかっていう話なんだよな。上になんかあるんじゃない。それ以外考えられないと思うんですけど。まず隠しブロックがあるか調べてみようか。うん、マジで何もないのかな。この下行ったら僕はやられるだけなのかな。そういうのやめませんか。行く、下から行っちゃう。でもさ、こんなの無理じゃん。どうやんだよ。向こう岸がめちゃめちゃ遠いんですよ。だからこっからジャンプ C の左下の針があるじゃん、ここに当たらないように。じゃあね。それ以外方法はないと思いますよ。左下の針ギリギリのところに当たらないようにジャンプ C のこっから浮くでジャンプで、うわ。これジャンプするタイミングを見極めなきゃいけない。矢印の下のところでジャンプしてみようか。来た。何が。もうマジでいや、このコース。ずっとパタパタしてるだけだよ僕。こんなパッパパー。
もうやめようかな。マジでわからんこのコース、どうすりゃいいの、こっからさ、まず一番左に行ってみようか。で、ここでマリオが止まってる状態で右ラッシュする。これで針に当たんねえじゃん。はいはい、攻略を見つけたぞ。ってことはですよ、一番左に行く。こっから右に走って、マリオが下に落ちないギリギリでジャンプすればいいんじゃないの。しゃあ。いやめちゃめちゃ難しいコースだったね。まさかあの靴だけで下から14マス行けるなんて思いませんでしたね。楽しいコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。さらに見てください皆さん、私最速を取ってるんですよ。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。